皆さんこんにちは、こんばんは。心リンクゲームズベイくんです。スーパーマリオメーカー実況やっていきます。よろしくお願いします。というわけで今回はこちらのコースから、ハニグラさんのコースですね、ヴァンパイアキャッスル 11% ですね、クリア率。いってみましょう。いいね、タイトルがいいね。さあ、そして吸血鬼が誰で表現してるって、まさかお前じゃないよね。お前やったらちょっと俺切れるからね。覚え、うわ、危ない。結構吸血してきたかもしれん、あいつ。怖っ。やっぱお前やった。やっぱあいつやった。ほんで、ヴァンパイアって飛んでるイメージあんまないんやけども、これは、グーゲットしたかったか。あいつ硬いな。あ、これ、あれじゃないんか。これ結構浮くよね、こいつ。結構、やばいな。結構難しない？結構難しないって、すげえ日本語喋ったよね。俺、鶏やったんちゃうかっていう、そういう、やばい現実が、皆さんに、バレたかもしれないが。油断してたな、今のは。で、ここで、なんかでも、道があんまりなかったから、土管に入ったらいいんかな？ちょっと、ちゃんと、玉筋見ようぜ、玉筋見て、土管見て、あ、一回このコインのとこ見よっか。オッケーオッケーオッケー、ワンアップ！優しい。さあ、ほんで、いや、やばいやばいやばい、これ完全に俺、積んでるような気が、あ、入れた！イエース。そして、あ、中間が来て、さらになんか知らんけど、急にヴァンパイアからの挑戦状で強制スクロールお前やってみろって言われましたんで、私やってみます。あ、しまった！はよ乗るんじゃなかったな。あ、大丈夫やった。ちょっとこれじゃあ、冷静に落ち着いて、おお、全然雲あった。全然雲あったから余裕やったかもしれん。おお、そっか、シューティングゲームね、急に。全然チースーやつおらんやんけ、ここには。お前、やっつけてる。よし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 、いいぜいいぜいいぜ。さあ、チースーやつが全く現れてこないが、一回ちょい待ちましょう。こいつを倒しといて、で、ここで待機。冷静に待機。オッケー。ちょっと難しい気がする。ちょっと難しい。オッケー、大丈夫。危ない。よしよし、冷静に、あー、冷静に、あー、冷静に、あー冷静すぎてジャンプ忘れとったわ、今。んで、下取って、ここで、私はしっかり冷静に上に行ってから降りましょう。これいけるか？危ない！よしよしよし、上に行けと言ってるね。待て、ジャンプすること忘れるな。危ない、ジャンプ。これワンナップどうせやったら取って、イエス！いや、楽しいね、このコース。しかも中間くれるっていう優しさしかない。はい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 。お、羽や、今度は。まあ、羽で、羽っていうか、あれか、タヌキで行こう。危ない。まあ、殺せると思ったら全然殺せなかった。よし！オッケー。あいつは絶対やっつけといた方がいいと思うんだが、ワンワンちゃんがいて、こっちか。オッケー。んで、上、うわ、びっくりした。吸血鬼か。吸血鬼いっぱい。もうこいつのこと普通に吸血鬼って言ってた俺。どうしよう。だいぶ毒されてるな。あ、これで完成じゃん。これはさすがに怪しいね。怪しいから右は行かない。私はそんな勇気ある行動を取らない。やばい、ここやね。オッケーオッケー。行きましょう。さて、どうなる？オッケー。お、プチューンって、なんか知らんけど、こっち。あ、ここやろ。いやー、なんでや。矢印が逆なんだが、なんでだ？ねえ。てれれ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 れ。入りましょうか。なんで矢印逆やったんやろ。すげえ気になる。怖い。待って。あ、大丈夫。でれててーん。全然吸血ちゃうんだよ、お前。お前ら、全然吸血鬼、あ、倒せんねや、ほんで、あいつ。なるほど。とりあえず、待ったんやな。ない。怖い。うわー、全然、ボコボコ、すべてに当たってる気がするんだが、これ結構きついぞ。これ、単純明快。あ、くっそ。単純明快にきつかった。よーし、行くぞー。待て、危ない。ひどい。俺のあれまで消すん、あいつ。俺のあれって何よ。マジか。さあ、踏んで、これで、あれ、え、ちょっと待って。いけたっけ？このドアはまだ、あ、このドアまだ入ってないわ。あれっていうか、いけへんくなってる。これ、だって、取っても意味ないよね。あれ？そのドア入るしかないな。あれ？ちょっと中間通ったら、鍵なくなるとかそういう仕様あったっけ？これどこ？なに？第二のボス？第二のボス来たんですけど、皆さん。急に第二のボス来ました。何のこっちゃかわかんない。これ、どうしよう。全くハテナが浮かんでおるが、ここ無理ってことは、もう第二のボス行くしかないわ。すまん、みんな第二のボス行くしかなくなってしまったんで、私は何としてでも勝ってみせよう。ガッカ、はい、待て。あ、でもこれ上に倒せんのかな？パウで。うわ、なんか、あれやな、角度が違う。いつもとこいつ角度違うぞ。なんでや。ね、早いし、角度ちゃうし。よいしょ！結構難しいな、これ。結構難しいけど、とりあえずと。やばい！フェイ！あ、もうこれでいけるぞ。ちょ、一応でもパウ持っとこう。パウ持っといて、
これで、あー、食らうかー。やっぱそうかそうか。しかし、どうなるどうなる、え、クリア、あれちょっと待って、どういうこと、下のどういうこと、あれ下から来るのかなこれ。さて皆さん、諦めきれなかったんで、もう一回こっちのコースでクリア目指してみましょう。さあ、こっちが本当にクリアできるのかわかんないんですけども、結構ね、ここ難しそうやんね。まずこいつがね、よしよしよし、そうそう、これで多分しっかりと倒しておくのが一番じゃないかと思うんだが、結構降ってくるな。しかも、わーうわーい、むずいむずい。よしよし、なんとかなってくるぞ。いいぞいいぞ。多分で、あの火がね、下の火が、火がね、多分右に行ったら爆発すると思うんだが、いかがだ。来てる来てる来てるよ。これ強引に行こう、強引に右に行った方がいい気がするんだが、いかがだ。よし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 、来た来た来た、入るぞ入るぞ、やったぞ。どうなる、やっぱここに来んのか。オッケー、ワンナップ2つのサービス付きでございました。いやでもね、こういうの面白いよね。なんていうか、でね、これ多分一回死んだら中間からやり、おお、中間からやり直しなんですけど、何かを意味しております、これね。何かを、これは意味しております。やり直しなんですけど、なんかね、鍵のコインがなくなっちゃってるから、もうね、一回死んだら最初からやり直す以外の道がないみたいな、そんな感じでした。そういう風にできんのかな、コース、ちょっとわかんないんですけども、クリア。しかもキノコやったか、スター狙ったんだが、いやでもよかった、どっちのコースも見れたんでよかった。そしてね、楽しかった。で、吸血鬼がまさかのあの黒いね、ブラックパックンということには驚きを隠せなかった。というわけで次のコース参りましょう。続いてこちら、A Little Hard Athletics 6-4、 ニラさんが作っています。クリア率が 3.7% なんで、ちょうどいい感じで、私ね、ちょうどアスレチックというか運動したかったんでね、ぜひぜひこのクリア、このクリアこのステージクリアさせていただきます。うわー、どういうことどういうこと、はいはいはい、これ乗ってくやつちゃう、もしかして。そういうわけでもなく、さ、ワンワンがいる、ワンワンがいる。このコインを取ると何かがあるのか、一回取ってみましょう。特に何もなしだったんで、私は、そのまま走っていきますが、ワンワンが私を美味しそうに睨んでいたが大丈夫だった。オッケー、いや楽しいね楽しいね、よくわからんが楽しいステージですよ。さあ、これはね、あのちくわ乗りたかったが全然無理やったから、やめてください。くぅ一応拒んだがね、あいつは全然迫ってきた。そういう男が最低やな、お前は。んで、こうして、こうか。オッケーオッケー。もうちょ、うわ、早っ。お前どんだけ荒ぶっててん、今。さあ、これ乗って、よいしょ。さあ、ここやぞ、ここ。ここのワンの、なんか知らんけど、あ、バネあるから荒ぶってんのか。まあ、私はそんなこと気にせずゴリ押しで行ってやって、よっしゃ、ラッキー。これはかなりクリアが近づいてるんじゃないかい。こい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 、こんといてこんといて。あ、いた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 。あ、やばい。これゴリ押しモード入った、俺。急激にゴリ押しモード入って、皆さん申し訳なかったが、まあ仕方がない、そういう時も必要だろう。こっちに来てほしい。まあまあ、これで許してやろう。食らったか。しかしこれもだから、タイミングをしっかり見張、これは絶対無理。こいつええとこ食いに来たな、あいつ。なんとなくでもどこ食いに行くかわかるよね。これでいこう。で、よし、オッケー。危ない。踏んで、はい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 。あ、お前らが、お前らが元凶か。落としてたな。さあ、今回も2コースありますが、私は上に行きましょう。中間からの羽マントくれて、ここで一回休みます。ふぅ、と入れんよね。 OK、 休憩くれるなんてすげえ優しいね。いいね、なんか別のルート行ったら、あ、こう行かなかったか、なんていうかね、中間があるってなかなか嬉しいというかね、探索、これ緊張感めっちゃあるでっていうこと。大丈夫だよ、私は、あー大丈夫だよ、私は、あー調子乗っちゃった。さて、このちくわに乗らなければならない、そういうことですね。これね、どんどん難しいんですよね、意外に。いける、よしよしよし、来たぞ。ほんでほんで、はいはい、オッケーオッケーオッケー。待てよ、これタイミング難しいんちゃうか。これやこれや、あ、絶対食らうなこれ。よーし、ラッキーラッキーラッキー。で、うん、これもあとは、うわー、ワンワンちゃんが激しい。乗れない、乗れないよ。これはだから、こっから勢いつけて。あー、そうか、これもじゃあ、ちくわ乗らなあかんねや。めっちゃ難しいやん。アスレチック半端ないな。んで、これは、そう、でもパタパタあるのすげー嬉しいね。パタパタっていうか、なんていうのやったっけ、これ。よしよしよし、あー、マジかー。てれててーん、ずちゃちゃずちゃちゃ、オッケーオッケー、いけたいけた。いけて、あとは、ゴリ押しタイムかな。オッケー、ゴリ押しタイム、やっこれ結構よくできたステージだったね。急にちくわに乗らんとダメな感じになって、
難しかったが、なんとかクリアでございます。最後はね、安定のゴリ押しでございましたが、いや、素晴らしいステージをありがとうございました。いや、なんかね、いろんなコースがまたね、ランキングの方式が変わったみたいで、いろんなコース出てきてね、すげえ楽しいですね。というわけで、次のコース参りましょう。続いてこちら、元青年さんのコース、扉くぐれば透明人間、インビシブルマン。行ってみましょうか。クリア率が 63% なんで、まあ、かなり、簡単なんでしょうが、扉くぐれば透明人間、楽しみでございます。ほう！そういうことか。行くぞ。マジで？ほんまや！ほら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 。え？あ、でも飛んでる音するぞ。飛んでる音するってことは、存在してんの俺。おー、行った行った行った、右押したら行きますよ。あ、酔い覚めた酔い覚めた。あ、え、マジで透明や。これ多分ここ。ここってことやんね。多分ね、私今真ん中ら辺におるんですけど。だからこれ飛べて、この間次に3つ目。うん、超えた超えた。で、次は、火を、あー食らう、嘘やんね。え、わけわからんわけわからん。ゴリ押ししちゃった俺、ついつい。ついついゴリ押ししてもうてんけど。あ、そういうことか。え、ちょっと待って。わからへんわからへん。で、原因がわからへん。原因がわからへんから、もう一回やっていいですか。行きましょう。ということは、え、もう最初からこれもしかして上にいるってことかな、俺。そうやんな。それしかないよね。そういうことか。で、上でも同じような、あ、ほんまや、同じようなコース作ってる、ちゃんと。ほんで、もうちょっと右に行ったら、もうちょっと、うん、ここ多分火あるから同じタイミングで、出てんねや、上で。すげえ、これ。やばい、ご了承できないかもしれん。オッケーオッケーオッケー、いけたいけたいけた。見えへんよね、これ。足とか。あ、見えへん見えへん。すごい、これマジです。天才の発想というか。いやー、神がかってましたね。というわけで、ドン。もう一回キノコ。さっきもキノコやった気がした気がするんですけども、本当は私、スターを狙っておりました。いやーね、脱帽ですね。もうほんま、それしかないわ。めちゃめちゃ天才的なコース。ありがとうございました。楽しませていただきました。では次のコース、参りましょう。続いてこちら、レモンさんのコース。敵さんたちをうまく導いてゴールパート2、行ってみましょう。よろしくお願いします。まあ、これもね、安定で間違いなく面白いコースでございます。いいね。このゲーム、ほんとね、いいゲームですよ。そう、これはね、教えてもらってん。俺、前も言ってんけど、コメントで教えてもらったんですけど、これ、ゼニガメ、そう。ゼニガメ、ゼニガメ。え？で、おお、そうか、そうか、そうか。あの子を乗せんねやな、多分。まあまあまあ、おいでおいで。っていうか、これ勝手に入る系やんね、多分。オッケー！で、これを踏んで、私が、ゼニガメが奪っていくスタイルですね。ゼニガメって結構、まあ、ゼニって言ってるぐらいから結構、なんていうか、セコい感じがするのかな。ゼニがセコいってようわからん発想やけど、俺。まあ、金にセコいみたいな感じなんかな。あ、多分、これね、こいつ近づいたら起動しますよね。そうそう。こんな感じで急に起動するんで、あとはこれをゆったりと道を。なんでそうか。なんでゼニガメないなと思ってたんですけど、要するに海のステージに行くからっていうことですね。相当ゼニガメについてなんか俺、論議してるけど、あんまいらんかな、そういうの。で、下に行くと何かが出てくる。ピース1かな？イェーイ！ふむ。楽しいわ。なんでこんな楽しいステージマジ作れるのか、すげえ不思議やねんけど。よしよしよし。じゃあ、これも同じような感じでさ、起動しろ。そう、こいつね、急に起動するんですよ、マジで。近づいた瞬間。しかも、なんていうか、早いね。角度決めてからのその行動力。すごいね。もうそこにしか私はいかんな。そういう気持ちをね、考えましたが。これをまあ、ほっといたらいいかな？おー、パウ飛んでったら？おー、あれを運んでくれんねや、多分。うんうん、するってえと何かが出てきて、かわいい。なんか可愛さすらも感じてきた、このマリオという世界。なんだろうか、一体。お、中間もくれて。ほんほん、これは？あ、ゼニガメね。オッケー。これは？あー、なるほど、わかったわかった。こいつ操るって結構難しいよね。多分、こいつを、ここに、下からやったらいいんかな？このゲッソを操るのってマジ難しいですよね。ゲッソってほんと嫌われ者ナンバーワンぐらいの勢い。あー、これ無理系ちゃん。そうやんね。あ、上か。上に落としたらいいのか。オッケーオッケー、分かった。こっちね、こっちね。多分こっちやと思う。さあ、おいで。私は遊んでおくからさ。楽しい。そしてなんか可愛さすらも感じるってやつね。
あ、もうすでに、もうすでになかったって。いつからあると思ってみたみたいな、そんな感じ。こいつ何も吐かんよね。オッケー。意外に難しいね、これやっぱり。このゲッソーの動きって本当になんていうか不規則な感じがしてならんから。あ、いやいや、そうそうそう、んで。そう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 、んで。こうか。よーし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 。そうそうそう、ゲッソーがちょっと元気なくなっちゃったね。多分頭に乗してたすげえおしゃれな気持ちでやってたんやと思うんですけど、クリアでございます。マジでね、この人のコース面白い。スターをさりげなく取って去っていくゼニガメはね、また、なんというか哀愁を感じましたが、今回はこんな感じで終了です。皆さん最後までご視聴誠にありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録まだの方よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。オーロリングゲームズのメイ君でした。バイバーイ。